崎山勝彦は NGO 南の島から代表、福岡県出身、東京都立新宿高等学校を経て慶応義塾大学法学部卒。1959年に講談社へ入社し、1964年にカリフォルニア大学大学院においてジャーナリズムを専攻した後に講談社インターナショナルアメリカ社にて勤務した。1991年、 フィリピンセブ島沖にあるカオハガン島を1000万円で購入した。以来、島の教育、医療、産業などを整備し、小規模ながら、島内にロッジや公共トイレなどの宿泊施設を設けることで、グリーンツーリズムの精神に基づく観光を、島民の収入源にするなど、積極的に行動を起こしている。1995年、著書による紹介により増加した。 日本人観光客らが、島民の子供たちの教育環境の向上などの目的で NGO、南の島からを設立、自身も代表を務める。会費から、島民の子供たちが高等学校へ進学するための奨学金を提供するなどの活動を行っている。キャッチフレーズは、堅苦しさのない自由な南の島から。2007年頃から、ラプラップ市の許可を得て、 カオハガン沖に約36万平方メートルの熱帯珊瑚礁保護区を作る計画が開始。セブ市のサンカルロス大学の協力のもと、環境管理などを行い、漁業保護区とする。2009年6月からは前日の NGO、南の島からによる支援も予定されている。読売年間2016年版 P451。ありがとうございます。